ははいこんにちはパーカーションの高ですもうすでにですねサムネとかタイトルでお察しいただいてるかなと思うんですけれども私この度ですねダラブッカという楽器をメルカリで購入いたしましてダラブッカっていうのはねこういう楽器なんですけれども主にエジプトとかトルコとかギリシャとか、えー、中東の地域でよく叩かれる打楽器なんですけれどもこれの陶器でできた ダラブッカというのがありまして、このボディがね、陶器でできていて、しかもこの皮が、魚の皮、本皮が貼られている、非常に貴重なダラブッカというのがあるんですけども、えー、それを買いまして、えー、本日受け取りまして、開封いたしましたところですね <laughs>。まあ見ていただくのは、はい、はい。粉々に割れておりましたと。<laughs> はい。これはいわゆる、 穴が開いてる方ですねヘッド側ではない、えー、下の部分というんでしょうかはい、まあ、この部分がもう粉々になっておりましたあんまりじゃないですかね悲しすぎますよねはいえー、まあくれぐれも言っときたいのはこの、まあ、楽器を売ってくださった方出品者様にね何か、まあ、物言いたいとか文句があるとかそういう話は全くございませんあのすごくきちんと梱包されてましたし まあちょっと入れすぎじゃないかっていうぐらいね、緩衝材も入れていただいて、クッション代わりにして、割れ物、瀬戸物の札も貼られておりましたので、出品に関しては何も問題がなかった状態、不良の事故であるとえ考えるしかないですよね。ちょうど台風の時期だったので、もしかしたらまあその影響があったのかもしれない、台風のね運送というか。 えー、ところでなんか衝撃があったのかもしれないというところですね。で現状どういった状態かというとこの出品者様がですね送るのにメルカリ便っていうのを使ってくださいまして、えー、そのメルカリ便っていうのが何か破損とかがあった時に保証が効くらしいんですね。はいどうやら調べるところによると。それで今そのメルカリさんの事務局の方にこれこれこういうことがありましたよというような、えー、連絡をして今返事を 待っっていいいいるといった状況でございますはい、なので、えーまあ、現状現場からは以上ですっていう感じなんですけれども、まあ、くれぐれもねあのお伝えしたいのはこういう陶器せそものですとか、まあ、陶器のだらぶっかとかあとウドゥ、まあそうですね壺の楽器ありますけれどもそういったものを運搬する際には郵送する際にはくれぐれもですね本当に悲しいんで本当に気をつけた方が いいと思います。はい。なので、はい。今後また進展がありましたらご報告いたしたいと思います。はい。原発からは以上です。はい。というわけでですね、前回の撮影から2日経っておりまして、え進展がございましたので報告させていただければと思います。はい。で結論から言うとですね、今回のこの楽器の売買は、えー、完了した形になりました。はい。すべて解決しました。はい。えー、つまり出品者様には購入代金が 振り込まれた形になったし、えー、僕の方には、まあ、この楽器が、えー、購入した形になった上で、さらにこの購入代金を全額保証していただきました。はい。えー、という形ですね。なので、まあ、壊れた形ではあるんですけれども、まあ、実質僕は支払いをせずに、た、え、だ、ー、でね、この楽器を手に入れたということになっております。はい。まあ、これ、どう捉えるかなんですけれども、ああ、得したじゃん、ラッキーと思う方もいるかもしれないんだけれども、 これっていうのはね本当にその名工が作った世界に1点しかないまあ唯一の楽器なわけなんですよだからね <laughs> まあどうしようもないんですけどねはいまあもう2日経ってますから僕もあの一回すっげえ悲しんで落ち込んでその後すっごいいかれてきちゃって怒れてきちゃって なんかイライラしてね。で、その後すごい虚無になるっていう、あのもう感情のジェットコースターをえーやっても疲れてしまいましたので、ああ、もうこれは形あるものはいつか壊れるなというところで受け入れるしかないなと思って、まあ、この事実を受け入れたいと思いますと言ったところです。はい。でここで終わってしまうと、ただただ悲しい動画でしたっていうだけになってしまいますので,で、今回の件を踏まえてね、もしこういうことが皆さんに起こったらどうしますかと、どうなるんですかと。 今回僕はどういう経緯で保証まで至ることができたんですかっていうことをですね、ちょっと詳細にお伝えできればと思います。はい。この話をね、シェアして、まあ今後のケーススタディにしていただければと思います。まあ怒ってほしくないと思うけど、毎日ね、毎日怒っちゃった場合、えー、どうしたらいいのかっていうことをね、えー、参考にしていただければと思います。はい。今回の件で一番重要だと感じたのはですね、発送方法ですね。この商品の発送方法です。今回はメルカリというアプリ、メルカリっていうサービスで、この 商品、楽器の売買をしたわけなんですけれども、えー、このメルカリにはね、楽々メルカリ便と悠々メルカリ便っていう、まあ、簡単に言うとメルカリ便っていうサービスがありまして、発送方法の名前なんですけれども、それを今回、その出品者様が選択して、えー、そのメルカリ便で送ってくださったことによって、保証が受けれたんですね、はい。で、これがもし仮にですね、そのメルカリ便じゃなくて、普通に、えー、宅急便の。 会社に頼んで、まあ、ヤマトさんとか、佐川さんとかに頼んだ場合ですね、メルカリからの保証は受けれないですね、えー。発送会社の責任になるのか、あるいは出品者様がちゃんと梱包をしてなかったとか、えー、発送するまでに事故に遭ったのか、えー、あるいは僕が受け取った後にね、壊したんじゃねえのかとか、まあ、あまり考えたくないようなね、トラブルを考えなくちゃいけないことになりますので、 これねもし、まあ、メルカリでね、売買する方は、絶対にメルカリン使った方がいいですよ。保証が効いてます。はい。まあ、あんまりね、安い商品とかね、壊れそうもない商品だったらいいかもしれないんだけども、高価なものとか、ちょっと割れ物とかね、壊れる可能性がある、ちょっとぶつかったら、えー、形状が変わってしまうような可能性があるものについてはね、絶対にそのメルカリ瓶、ラクラクメルカリンか、悠々メルカリンっていうのを、えー、使うことをお勧めいたします。 今回のように、受け取った段階ですでに破損しているとか、本来のね、姿でないっていう場合は、どうしたらいいのかっていうと、まずですね、メルカリのそのサイトの方にも書いてあるんですけれども、出品者様と一回やり取りをする、こういうことになってましたという、報告をして、やり取りをして、かつ、メルカリの事務局にこっちから報告する、購入した側が報告します。お問い合わせっていう、 フォームがあるのでそこからお問い合わせをしてこれこれこういうことになっていましたとで今回のように商品が破損していた場合はですねまず商品のこの破損状態がわかる写真を撮ってかつこれが入っていた箱などの梱包状態がわかるものちゃんと梱包されてたのかとか緩衝材が入っていたのかどうかみたいなねえ梱包状況がわかる写真を撮って送ってくださいということだったのでえそのメルカリの フォームからお問い合わせしたっていう感じになります。はい。なので、え経緯としては、まず商品を受け取ります。楽、え、器、ー、が割れてました。発表します。えー、発表しましたら、えー、出品者様の方に、これこれこういうことになってましたよって、えー、連絡をしまして、えー、お問い合わせフォームからメルカリ事務局の方に、これこれこういうことになっておりましたと、えー、説明をして、かつ写真を送ったという流れになります。はい。えー、このね、事務局とのやり取りがちょっとめんどくさいというか、何往復かしたんですけども、 1>, 1回ね、送って、いちいちね、時間がかかるんですよ、帰ってくるまでに。4、5時間かかる。で、あるいは日をまたいでやり取りするっていった形で、合計ね、4往復しまして、1回送って、もっと写真をくださいっていう連絡が来て、特に梱包状況について、写真をくださいってね、連絡が来て、1回にこれ、4枚しか写真が送れない投稿フォームなんですけれども、もう、 撮りまくってね <laughs> あらゆる角度から写真を撮りまくって、えー、3通送って計算し1 2枚の、えー、写真を送りまして、えー、僕から見る限りでも適切な梱包だったと思いますと緩衝材も入っておりますしみたいな、えー、やり取りをして、えー、さらにこの出品者様ともちょっと確認がありますからみたいなやり取りをですねあだこ出して、えー、なんだかんだ、えー、この最初のお問い合わせをしてからだいたい二25時間後、えー、丸1日かかったところで あ今回の件に関しましては、えー、保証がおりますので保証させていただきますといった内容で、えー、出品者様の方にもその購入代金が振り込まれますし、えー、僕の方にはその購入した金額払った金額は払い戻しされるといった形になりましたと、はい、もうね、まあ、正直対応遅えなっていうか、えー、そのいちいちねそのやり取りするラグが時間がかかりすぎてあの僕はすごいね イイライラしました <laughs>、はい、<laughs> まあ結果往来でございますけれども僕はね当然これ保証されるだろうなって思ってたんですけどもいろいろそのネットの口コミとかを見てるとですねこの全額保証までされるサービスではあるんだけども場合によってはその一部、えー、その商品代金の何割かしかあの返金されない保証されないといった場合もあるようでございまして。 まあその証拠の写真だったり、梱包状態のね、写真だったりっていうのをきちんと送って、適切なね、説明をする、まあ文章になるんですけども、その必要があるのかなと思いました。はい。まあね、これ、全額保証されなかったらね、僕はもう、あの、あらゆる SNS を駆使して、もうメルカリを潰しに行ってやろうかなといったところなんですけれども <laughs>、そんなことはしませんよ。はい。あの、普段からね、よく使わせていただいておりますので、はい。ありがとうございました。この度は。はい。 といいった感じでございますのでまず、まあ、買うにしても、売るにしてもですね、まず、割れ物に関しては、絶対に、梱包状態を、完璧な状態にした方がいい。まあ、あらゆるね、えー、事態を想定して、まあ、今回だったら、台風が来てましたから、もしかしたらね、えー、台風の影響で、なんかわかんないけど、揺れが大きかったり、えー、郵送中にね、運送中になんか、 トラブルが起こった、ぶつかったとかね、あったのかもしれませんから、まあ、梱包状態はできる限り最高の状態、えー、もう絶対壊れませんっていうような状態にしておくっていうのが一つ。あと配送方法はメルカリ便を使うというところですね。メルカリ便を使っておけば、もし、毎日何かしら起こってしまっても、まあ、保証が効きますというところですね。若干のこの事務局とのやり取りはありますけれども、えー、適切な状態であれば保証を受けることができると。 いった感じでございますので、えー、もしね、皆様今後何かそういうことがありましたら参考にしていただければと思います。はい。でまあ、今回の、えー、ような事態で、なんかこの辺どうだったのみたいなね、えー、なんかご質問ある方はコメント欄に書いていただければ、まあ今ならね、結構クリアに回答できますので、コメントで、えー、質問していただければと思います。はい。じゃあね、これどうするのかといったところですね、まあ当然捨てないですよ。処分しないですよ。はい。まあこのボディがですね、 破損しているこの下の方が破損しているわけなんだけれども上の方はえ幸いは無事でございましてえまあとにかくねこの皮これ魚 A の皮の楽器なんですけれどもまこの皮の方がね重要でございましてまこちらがえ無事っていうのが幸いっていうところでえまこれはね結構パックリ割れてる感じなのでえちゃんと修復すればえま元通りにはならないでだろうけどもちゃんと演奏できる くらいには修復ができるのではないかと思っておりますので、ちょっとこの修復方法をね、いろいろ調べた上で、えー、試みたいと思います。はい。で、今後、えー、修復する状況なんかもね、えー、進展なんかも、この YouTube 動画で上げていければと思いますので、もしご興味があればね、今後も見ていただければと思います。はい。 というわけで、えー、こんな感じでこのチャンネルではパーカッション情報を日々発信しているんですけども、今回はまあこういうトラブルがありましたというお話でございました。はいえー、最後までご清聴ありがとうございました。はい、皆様もくれぐれも、えー、割れ物、壊れ物、貴重品のです、ね、運送、運搬には、えー、くれぐれもお気をつけいただければと思います。はい、以上です。